を縛り首にした。そもそもウィッチハンターはこんなところに何をしに来た。ノビグラドから女二人を吊るすだけのために来るはずがないだろう。さあ、わかりません。どこに向かうと言った。ゲラルト、よく来てくれた。こいつらのわめいてることは何もわからん。無知で痛めつけてやれば少しは意味のあることを喋るかもな。それでさっさと言え、やつらはどこへ。村、沼地の村です。領主様、若い女がいました。母親のことを尋ねてました。若い女。ゲラルト、急いで行かねば。賛成だ。手下を集合させよう。集合だ。沼地を渡り、呪われた妖婆どもを狩り殺す。腐った沼め、ここから出る疫病混じりの風が村人の頭を腐らせるんだ。妖婆だと？くだらん。泥臭い村人どもめ、何を企んでる。妖婆は実在する。すぐにわかるだろう。そうだろうよ。行かれたばあさんが村人たちをたぶらかして頭の中をかき混ぜてるんだ。アンナが奴らと一緒にいるのは彼女の優しさからだろう。いつもそうだ。黄金のような正しい心で。うん。久しぶりだ。こんなところ来るんじゃなかった。追っつけ歩いても意味がないぞ。さっきはどうにかなったが、沼地の奥に何がいるか分かったもんじゃない。お前怖いのか。屈強なる戦士バート様が。俺が怖いだぞ。ふざけんな。よし行くぞ。お前ら仕掛けを合わせろ。俺たちに逆らうとどうなるか見せてやろう。どっから来たんだ。酒を飲みすぎた女はああなるんだ。今度女に酒をおごりたくなったらやめとけよ。自分で飲んだ方がいいんだ。Yeah.
考えを変えたの？父からお金でももらった？怖いものなしだな。お友達を連れてきたのか？怖いものはない。永遠の炎がついてる。危害を加えるつもりはない。ああ、タマラ、愛しい娘よ。やっと戻ってきたか。さあ、こっち抱きしめさせておくれ。近寄らないで。母を助けに来たの。あなたのように沼地に放ってはおけない。俺がここにいるのはアンナを連れ帰るためだ。させないわ。あなたを母さんには触れさせない。絶対に許さない。怒るのも仕方ない。俺はいい夫でもいい父親でもなかったからな。分かってる。だが俺は変わった。誰かに聞いてみてくれ。ゲラルト、娘に言ってやってくれ。君の父親は奥方、つまり君の母親を探しに来たんだ。いいなりね。いくらもらったの？フンヌと熱情は必ずやそのものを破滅に追いやるであろう。こいつは一体誰だ？失礼な奴だな。そういうお前は誰なの？この人は私の上官よ。酔っ払いの豚には関係のないことだがな。タマラ、そいつらの味方をするのか？父親を差し出して拷問させ公主刑にする気か？父親じゃないわ。どうなろうと私には関係ない。先に解決すべき問題があることを忘れるな。ウィッチャー、手を貸してくれるか？それがここに来た目的だからな。すでに5人の部下を失ったが、まだこの呪われた場所で何が起こるかわからん。時間がない。ヨーバーはすぐに戻ってくる。奴らがいないってなぜわかる？いたらとっくに殲滅だ。村を調べろ。やめて。こっちだ。きれいにしたわ。ねえ、スカンカ頭、戻ってきなさい。ジンジャーブレッド、焼きたてで熱々よ。母さん。ああ、そう。とっても綺麗。続けて。無知で打つなら打って。小さく作りすぎたの。固まったか確かめるのに少しかじったけど。でもできたって。だからお情けを。お母さん、お情けを。お願いしたの、頼んだのに。母さん、私よ、わかる？何があったの？私が全部やるって言ったのに。ほら、洗うから私がきれいにする。母さん。何か来る。油断するな。狼じゃないか。狼には聞こえなかった。はるかにヤバいやつだ。油断するな。あなたも殺してやる。狂気の匂いがする。この状態の引き続き。
がする。食事を台無しにする気。何だったんだ。おそらくフィンドだろうな。妖婆に気づかれた。アンナのところに化け物を送ったようだ。いつまで続くの？母さんをこんなひどい目に遭わせて、魔女たちはまだ物足りないっていうの？もういい、連れて行くわ。それは我が妻だ。家に連れて帰る。望むならお前も来るといい。触らないで。こんなところすぐ出て行くわ。アンナは病気で弱っている。そんな状態でどこへ連れて行く気だ。殺すようなものだぞ。母さんの看病くらいできる。人形を取り合っているんじゃないんだぞ。自分で決めさせたらどうだ。パイよ、夕飯はパイがいい。またパイ。彼女は今何かを決められる状態じゃない。これは闇の呪文に違いないわ。母を助けて、ウィッチャーお願い。まずはここから連れ出さなければ。俺たちの目的が彼女だとバレている。また化け物を送り込んでくるぞ。母を助けると約束するまでどこにも行かない。残念だがこれは闇の呪文じゃない。じゃあ何？彼女には多くのことが起きた。我が子を失い、魔物にさらわれ、妖婆の村で世話をしていた子供たちもいなくなり、その傷跡だ。誰だってそうなる。じゃあどうしようもないの？助けられないの？ずっとこのまま？残念だが。ヨステ人の男がいる。賢く癒しの力を持っている。確か青色山脈に住んでいたはずだ。そこへ連れて行こう。やってみる価値はある。私も行く。残念だがそれは無理だ。なぜ？責務がある。永遠の炎教会からの使命を果たさなければならない。ベレンでの仕事が終わったらオクセンフルートへ戻るんだ。母さんを助けると言ったでしょ。約束は破っていない。君の父親が助けてくれるだろう。あの人が母さんに何をしたか知らないくせに。彼は変わったと言った。あの目は自らの罪を深く悔いている者の目だ。彼に任せておけ。お前も新しい人生を生きるのだ。永遠の炎のための使命を持って。大丈夫、全部うまくいくさ。酒には近づかない。あのヨステ人を見つける。そして妻が元に戻ったらお前も探しに行く。誓えるの？誓うとも、我が娘よ。ウィッチャーは怪物を倒すよう定められている。誰の依頼であるかは問題ではない。きちんと報酬が手に入りさえすればいい。ウィッチャーは議論もしない。仕事に私情を挟まず、ただ怪物を殺し、金を受け取ってまた次の仕事を探し旅に出る。人間の争いはウィッチャーの関与するところではない。いろいろあったけど感謝するわ。永遠の炎の加護と導きがあらんこと。ああ、